どうもこんにちは、RIC です。今回紹介するヨーヨーはこちらでございます。フレッシュシングスプルミエールピーナッツロゴバージョンです。このヨーヨーはピーナッツの漫画スヌーピーの書かれているヨーヨーです。プリントされている元のヨーヨーがプルミエールということで、だいぶ使いやすいヨーヨーとなっているので、見た目なんかもさらにヨーヨーの性能なんかも含めて紹介していきたいと思います。ピーナッツヨーヨーのパッケージはこんな感じになっていて、箱の側面4面すべてにピーナッツの漫画の絵が描かれていて、ピーナッツの4コマ漫画の一つの話がこの4面で描かれているというパッケージデザインになっております。それではね、ヨーヨーの方も見ていきましょう。こちらがピーナッツヨーヨープルミエールピーナッツロゴバージョンですね。全体はこんな感じになっております。パッケージ正面で入っていた方のスヌーピーの描かれている方はこんな感じで、外側のね、リムの部分が赤くなっていて、1973-0827、ピーナッツ、ZZ と書かれていて、寝ているスヌーピーが書かれております。裏面はこんな感じになっていて、はい、リムの部分のデザインは同じなんですけど、はい、ここに書かれていてね、はい、ロゴがピーナッツに変更されております。先ほどね、こちらのパッケージに書かれている4つの絵は4コマ漫画の1つのお話って言ったんですけど、このパッケージに書かれている4コマ漫画の題が、ここに書いてある ZZ、おそらくズーズーでいいのかな、寝ているスヌーピーの4コマ漫画となっております。そしてここに書かれているね、1973-0827、これはこの漫画の載っていた新聞の日付となっております。ただスヌーピーの書かれているヨーヨーってだけではなくて、ピーナッツの漫画から持ってきた一コマをヨーヨーにプリントして、さらにリムの部分にね、フォントなんかも可愛くなっていて、ヨーヨーのボディデザイン自体がものすごくね、可愛いものになっているんですよね。さすがね、サムシング、さすがフレッシュシングスだと思う。キャラクターものヨーヨーでもね、ただキャラクターをプリントするだけじゃなくて、しっかりね、他の細かいところまでしっかりデザインをつけるっていうのはね、ものすごいこだわりを感じるヨーヨーとなっております。今回僕が紹介したのは、このズーズーという漫画に載っている赤いリムのプルミエールなんですけど、ピーナッツロゴバージョンのプルミエールは3種類あって、赤いリムのプルミエールと、その他に青いリムのものと黄色いリムのものがあって、それぞれ書かれている漫画、書かれているデザインが違っていて、しかもこの3種類ちゃんとヨーヨーに関係した漫画が描かれているんですよね。今回のこのズーズーも一応というか、もう結構ちゃんとヨーヨーに関係していて、ズーズー寝ているスヌーピー、スリープしているスヌーピーということで、この ZZ が選ばれたみたいで、もう2つがウォークザドッグとブランコを連想することのできる漫画が書かれていて、これもね、しっかりね、はい、デザインされていて、なかなか可愛くなっているんですよね。気になる方はぜひチェックしてみてください。それではプルミエールとしても紹介していきたいと思います。プルミエールのボディ形状は H プロファイル。レスポンスはパッドタイプ。レスポンスサイズはスリムサイズです。ベアリングはピーナッツヨーヨーの場合、サイズ C- ベアリングが標準搭載となっております。ピーナッツヨーヨーバージョンのプルミエール。このプルミエールはベアリング見て気づいた方もいると思うんですけど、サイズ C- ベアリングが入っているので、引き戻しのヨーヨーとなっております。まあ、もともとプルミエールの売り込みとして、サイズ C- ベアリングを入れれば、引き戻しのヨーヨーとして、初心者向けのヨーヨーとしても使うことができるヨーヨーとして販売されていたんですけど、今までの販売ラインナップでは、標準搭載でサイズ C だったので、まあ、デフォルト状態でバインドだったんですよね。プルミエールの性能が高いだけあって、サイズ C ベアリングの状態で買ってしまうと、まあ僕もなんですけど、サイズ C でしかほとんど振らなくなるんですよね。なので、サイズ C- ベアリング搭載状態で販売されるプルミエールっていうのはね、少し新鮮な感じがしますね。引き戻しとしてもしっかり使えるようになっているので、詳しく紹介していきたいと思います。プルミエールのボディ形状がラウンド形状に近い、H プロファイル形状なので、握り心地も良くて、それでいてしっかり回転力のかかるボディデザインになっているので、引き戻し状態でもしっかり回転力をかけることができて、さらに、ものすごく見えづらいと思うんですけど、エッジがかなり低くなっているので、スリープロスもかなり少なくて、トリックのね、できる時間なんかもかなり伸びております。メタルリムの入っていない肉厚系のプラスチック用ということで、重量はそこそこあるんですけど、メタルリムが入っていないので、動かしやすいんですよね。なので、意外とね、バインド式で使うよりかも、引き戻しで、初心者向けのヨーヨーとしても、しっかり使うことのできるヨーヨーになってるんですよね。そして、もともとね、プルミエールは、
バインド式のサイズシーベアリングの入ったバインドのようなので、このプルミエール、このね、ピーナッツ用の方も、C マイナスからね、サイズ C に変更すれば、このロゴのまんま、バインド式として、がっつり使えるバインド機種としても使えるようになるので、このね、可愛いロゴの、こんなね、キュートなヨーヨーが、がっつり使えるっていうね、なかなか面白いギャップのある、高性能なヨーヨーとなっております。そして、今回のピーナッツヨーヨーは、表面が、ブラスト加工に近い、艶消しの加工になっているので、メタルヨーヨーみたいな、キメの細かいしっかりとしたブラスト加工ではないんですけど、はい、ブラスト加工っぽい表面加工になっているので、多少のグラインド系トリックもできるようになってるんじゃないかなと思います。まあそのあたりも含めて実際にこのプルミエールピーナッツヨーヨーを振っていくことにしましょう。それでは振っていきましょう。ピーナッツヨーヨーを回した感じはこんな感じですね。特別大きなブレもなくてね、綺麗に回ってくれています。そして引き戻しです。はい、普通にねヨーヨーはプルミエールなので、はい、回転力が強いのでね、ガシガシ動かしても不安定さなんかも全然ないですし、はい、ストリングトリックをやっていてもね、はい、エッジが低いので傾きなんかもすごく少なくてね、はい、スムーズに動かすことができる。それでいて今回は引き戻しというね、はい、癖も少なくてね、だいぶ扱いやすいヨーヨーなので、本当にこれでね、ヨーヨーを始めるっていうのも、はい、ありなんじゃないかなと思います。はい、そしてね、先ほど話していたグラインド系なんですけど、まあ普通にすることができます。なんですけど、フルメタルみたいな、あんなキメの細かいね、ブラスト加工ではないので、あそこまでね、しっかりスムーズに、指の上で回ってくれるわけではないので、そこは注意が必要ですけど、何も加工の施されていない、光沢のあるね、表面よりかは、まあ、スリープロスは少なめになってるんじゃないかなと思います。あぶねー。はい。まあ、やっぱね、これだけ動くヨーヨーが引き戻しっていうのに慣れてないので、ちょっと苦戦しますね。はい。もうここまで動くヨーヨーは、やっぱりね、バインド式の方が逆に使いやすかったりはしますけど、でもね、はい。ああ、もう、はい。引き戻しも引き戻しでね、楽しいですね。もちろんね、引き戻し特有トリックのストップアンドダッシュもすることができますし、まあね、エッジがものすごく低いので、ループザループはできませんけど、はい。まあ戻りが多少ね、あるので、はい。リジェネ系のトリックなんかもある程度することができますね。はい。そしてね、先ほどからちょっとやってますけど、回転力がね、弱ければ、はい。ストリングのテンションさえ気をつければね、フックとかもできるので、それで戻ってきてくれるので、この手のね、サイズ C マイナスの引き戻しのヨーヨーってね、トリックの幅がものすごく広いんですよね。なのでね、これはね、普通に遊ぶヨーヨーとしても十分、性能が高いので、はい。全然遊べるヨーヨーになってますね。あぶねー。慣れねえな。そしてね、サイズ C マイナスの引き戻しのヨーヨーって、回転力が弱くなると、やっぱ引っ張っても持ってきづらいっていうイメージがあるんですけど、ストリングとかレスポンスの消耗具合にもよるんですけど、ある程度のね、回転力がついていれば、はい、引っ張って持ってきてくれるので、特別ね、使いづらいって印象はないんじゃないかなと思います。まあ、たまにね、こう、何回か引っ張って、たまに持ってくるぐらいの印象なんですけど、ものによってはね、ものすごく滑りが良すぎて、ものすごくね、はい、回転が滑らかすぎて、全く戻ってこないっていうものもあるので、そんなね、全く戻ってこないっていうことはないのでね、はい、比較的扱いやすいヨーヨーになってるんじゃないかなと、戻りもいいヨーヨーになってるんじゃないかなと思います。まあ、サイズ A ベアリングとかと比べればまた話が別ですけど、サイズ C マイナスペアリングの引き戻しのヨーヨーとしては、だいぶね、戻りの強い方なんじゃないかなと思います。見た目が可愛い癖して、かなり高性能なヨーヨーなので、そしてね、デフォルト状態では引き戻しのヨーヨーなので、初心者にもね、おすすめできますし、サイズ C ベアリングに変更して、バインドでガッツリ使うのもいいと思います。可愛いデザインのかなり使えるヨーヨーなので、はい、これをね、求めていたっていう人はだいぶ多いんじゃないかなと思います。フレッシュシングスはね、
いろいろなキャラクター、いろいろなメーカー、いろいろなブランドとコラボをして、こういったね、ヨーヨーなんかもあって、はい、使われてるね、ヨーヨーがプルミエールだったり、あとはフルメタルのヨーヨーなんかもあるので、なかなかね、キャラクターもののコラボグッズなのに超高性能なヨーヨーなのでね、可愛いヨーヨー、キャラクターもののヨーヨーを探してるけど、もちろんね、トリックもやりたい、性能も欲しいっていう人はね、フレッシュシングスの、販売するヨーヨーシリーズ、チェックしてみると、意外とね、面白いものを見つかるんじゃないかなと思います。今回紹介したね、このピーナッツヨーヨープルミエール、今現在ですね、2019年の10月5日現在、フレッシュシングスのサイトでね、はい、まだ販売していたので、気になる方は、まだ売っているのであれば、はい、購入してみるのもいいんじゃないかなと思います。はい、以上で、フレッシュシングス、プルミエール、ピーナッツロゴバージョンの紹介でした。